クリスタルガラスは、高品位の無色透明ガラスのことである。クリスタルガラスの例クリスタルガラスの例、伝統工芸品江戸切子一般的には、傾斜、カリウム、ソーダバイというガラスの主成分に酸化鉛を添加して形成される鉛ガラスの一種を指す。ガラスの製造時に酸化鉛等を添加することで、ガラスの溶解温度が低く抑えられる成形も、ソーダガラスに比べて、 容易になること、また透明度と屈折率が高まり水晶のように輝く透明なガラスになることから通称としてクリスタルと呼ばれる。一般的には鉛の含有量が上がるほど光の透明度や屈折率が高くなり、また比重が大きくなるとともに内打ちが済んでまり音を持つ。このため特にワイングラスなど工芸用では酸化鉛が多いものが好まれる。 しかし、その実現には、妖怪、成形、除霊、加工などの高度な製造技術や、鉄分など不純物の除去や、他の混合物の配合など、全体的な化学組成の調整が重要であり、一概に、鉛の含有量が高ければ良いというわけではない。工学的に無色透明であるよりも、わずかに青みを帯びた方が肉眼では、美しい透明と感じがちなため、 アルカリ金属酸化物などの着色剤を用いて調整することが多い。本来、クリスタルとは二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物のうち大きく透明度が高く宝石としての価値を持つものである。一方、科学的な意味でのガラスとは結晶を形成していない飛翔室のことであるため、クリスタルガラスという言葉は科学的な語義の上では明らかな矛盾があると言える。 科学的な用語というよりはむしろマーケティング上の用語であり、下記に述べる用途を中心に、高級、装飾向けのガラスの代名詞として様々なガラス食器ブランドに利用されている。日本ガラス製品工業会によるクリスタルガラスの定義は、酸化鉛を含む、酸化鉛を主要成分として含む、ガラス酸化鉛を含まない、酸化カリウム、酸化バリウム、 酸化チタニウムなどを主要成分として含むガラスの2種類に、大別され、さらに、高い透明度を有し、かつ、屈折率、ND が1.520以上で光沢のある、美しい輝き、及び澄んだ音色で特徴付けられるとしている。さらに酸化鉛の含有率で細分化しまた、酸化鉛を含まず、酸化塩を単独、または酸化カリウム、酸化バリウム、 酸化チタニウムを共に10%以上含むものを、主要成分をもとにそれぞれ、カリクリスタルガラス、バリウムクリスタルガラス、チタンクリスタルガラスなどと呼ぶ。ハイテク機器における、ROHS 指令に代表される鉛の使用を、寄避する動きから、製造過程、排気後の処理等、鉛一酸防止が重要視されている。食器用の鉛クリスタルガラスを、 通常の使用条件で利用している限り、問題になるほどの鉛成分溶質はないとされ、輸入時の検査基準をはじめ管理も行われている。鉛クリスタルに代わり、シタン化合物やバリウム化合物のガラスへの添加によって、屈折率や比重を既存のクリスタルガラスに近づけた無塩クリスタルガラスも存在する。また、高品位の無色透明ガラスがクリスタルであると、 解釈して、広角ガラスを持って、クリスタルと呼称し、代替とする場合もある。それぞれ、少量の酸化アルミニウム、酸化ウ素、酸化マグネシウム、酸化カリウム、酸化ナトリウムなどを含有する場合もある。成形、除霊後に、高い透明度のガラスとなるため、ガラス食器、グラス類、ガラス工芸に用いられる。素材としては、 カッティング装飾による一層の輝きを預かられる、カットグラス向け、またトンボ玉等のバーナーワーク向けのグラスロット等。製品としては、高級用食器、グラストロフィー、シャンデリア、ジュエリー、ビーズ、腕時計の風防等となり販売される。工業用途として代表的なのは、テレビのブラウン管用のガラス。医療、研究、建築、工学的用途向けに、 鉛の含有量を高くし、放射線の遮蔽能力を強化した放射線遮蔽ガラスが挙げられる。日本では日本電気ガラスが製品を販売している。ちなみにクリスタルガラス同様、高級な装飾的工業製品で用いられるサファイアガラスは、科学的に天然サファイアと同じ素性であるが、サファイアは結晶であり、サファイアガラスとの故障にはやはり矛盾がある。 サファイアガラスは、サファイアかガラスかといえば、ガラスではなく、サファイアである。ただし宝石業界の観光場、合成品は、基本的に宝石としては認められない。AB クリスタルガラス定義日本、ガラス製品工業会2009年9月25日、欧州の ROHS 規制と、無塩クリスタルガラス、日本当磁器産業振興協会以下のものは、 クリスタルガラスを使った製品である。ありがとうございます。